今回の動画では90、90-θ の三角比について見ていきます。まず、この θ について、sin、c o s ン、タ t a n g トを文字で表すと、sinθ は r 分の y。c o s シー θ は r 分の x。t a n g トシー θ は x 分の y っていう定義があったよね。一方、九十度タ っていうのを考えると、斜辺はそのまま r なんだけど、ここが x になって、ここが y になるっていうことなんだね。だから、sin 90°-θ っていうのは、斜辺分の高さ。これは r 分の x になるわけです。つまり、cosθ と同じだよってことがわかるわけ。 コサイン90度マイナスシータは、斜辺が R で底辺は Y になるわけだから、R 分の Y。つまり、サインシータになりますよっていうことです。そして、単然と90度マイナスシータは、Y 分の X。これは反対になっているので、 タンジェントシータ分の1ということがわかりますねさあこれをまとめると90度マイナスシータの三角比はサイン90度マイナスシータはコサインシータはコサイン90度マイナスシータはサインシータはそしてタンジェント90度マイナスシータはタンジェントシータ分の1になりますよっていう風うになるわけだね実際に問題を解いてみましょう 次の三角比を45度以下の角の三角比で表そうということなんだけど今、sin48 度って書いているけれどもこれは sin90-42 とも書けるよねこれは c o s ン四4 2度と同じでしたね c o s ン六6 3度は c o s マイ9 0二 -27 度 これで表すことができました。じゃあ、これはって言われると、sin 27度と同じだよね。t a n ェント76度は、t a n ェント90-14度のことですから、これは、t a n ェント14度分の1という風うに考えたらいいよね。 全て45度以下の角にできました。まずは公式をしっかり覚えて、その公式を使えば45度以下の角で表すことができますよっていうことね。